はい、田中球児です。皆さん、このゲームのランクマッチ、やってますか？まあ、やってるか。やってない人いねえわ。まあ、このゲームのランクマッチ、割とレジェンドに行きやすくて、ストレスがない、と思われがちですが、まあ、私ね、ランクマッチやってたら、このゲームのランクマッチのストレスにやられて、頭がおかしくなってるプレイヤーがいました。というのも、チームレスマッチ、まあ、このゲームモードってあんま詳しく皆さん知らないかもしれないんですけど、敵を50人倒すと勝ちなんですよ。で、自殺すると実はね、まあ、敵のポイントにもなんねえし、味方のポイントにもなんねえって感じなんですけど、それをね、ひたすら自殺をしまくるみたいな、本当に何がやりたいんだかわかんないプレイヤーがいました。ということで、チームレスマッチに頭が壊されてしまったプレイヤーを一緒に見ていきましょう。どうぞ。さて、ここマジでさ、マジで多いよな。なんか負けるとここに飛ばされるらしいんだよな。やべえ、実はね、この動画とこの試合と試合の間に負けたことがバレちまう。なんかすげえことさらっと言ってない？なんかオッケー、これこの近距離マジで負けねえ。オッケー、この近距離マジで負けねえ。で、前回の反則を生かして各各も言わん、各を言った時マジで負けてる。これやって。いやー、かくかく言わない！いや、もうそれすらも言っちゃいけないのか！自爆し続けます。なんだこいつ。本当に意味がねえ声やめろ。まあ、別にいいわ。4対5ってことね。これで、これやって、まあ、別に被害もない。これで、いやー、スナイパー多いなー！最近スナイパー多いな。本当に自爆し続けてるよ。楽しそう。こいつは、実質プログラミングみたいなもん。これ、リロードさせてくれ！これ、バレてねえよな。何デス行くんだろ、ちょっと。気になってきた。これ、終わった後見るか。何デスか。100デスぐらい行ったらすげえけどな。これで、これ、やっての、これも、やれねえか、この距離！この距離、いやー、110なのに多分、ヘッド行ったと思うんだよな。オッケー、これや、なんでこの ZRG、こいつ、マジこんな当たる ?ZRG。え？な、何この試合。ごめん、なんかごめんなさい。今やる気起きない争います。すいません、キルしてるの私含めて2人しかいないんですか、これ。なんか縛りプレイこれ、他の人は実力？わかんない。実力だったらなんか、申し訳ないけど、これ、縛りプレイしてるんだったらやばいぞ、これ。2対5だ。これ逆に、敵からすると戦線、敵いないんじゃね？ OK？ この上いるのはわかってる。でも、いねんで、こっちのチームには5人実質、1人なんか本当にやる気がないとか言って、自爆し続ける本当にマヌケさんがいる。待って、ここでアップル、おめえもマヌケか。マヌケか、おめえも。これきっつい、この試合。なんか、なんだこの、こいつ頭おかしい。こいつマジで、これでやっての、4対5は地味にきついな。イモリすぎーこの子。いかないよでしょ、あれ。これやって強い。おい、なんでこんな、なんで抜ける！いや、こいつえぐい、こいつえぐい、こいつ、やばい、こいつ、なんでノーダメージなの？ 1 ダメージも当たってないじゃん。もう、勘弁してくれよ。なんだこの地獄みたいなゲーム。いつ発売したこんな地獄みたいなゲーム。あー、当たんねえんだよな。抜けるんだよな。これ、相手の回線さ、もしかして、もしかして、あーの光か？これいける？こいつ何なんだよ、自爆し続けるやつマジで。こいつな、お願い頼み、UAV、でも、ま、自爆は、落としてくんね、落としてくんね、UAV、オッケー。いや、無理よ、これ無理よ、これ落としてくれ、UAV、なんだ、この、最大級の、ま、トロ、残銃張ってるし、でもこいつ自身は、ま、確かに敵に、キルされてないから、いや、きっつ、この試合終わってるわ。いや、常に、常に、物量差でやられてる。おい、お前、もういいや、これ。ちょっと真面目にやるのアホらしいな、冷静に考えたら。どうせ勝てんわ。うわー、しんど。40です、一旦抜ける。は？ふざけんな。ふざけんな、これ。頭おかしいんか。最初から抜けろ、マジで。
もう最初が途中抜けするやつってさ、意外と優しかったんだな。もう途中抜けするやつ意外と優しかった説ある。もう常に UAV 出てるよ、常に UAV 出てる。どうし、試合なんないよこんなん。なんだよこの、いやがん、もうふざけんなよほんと。プカッ。で、最終成績はこんな感じでした。デスレでしたね。でもこれでプラスなんだよね。プラス普通に。てかさ、ここ、おい、映させろよ、この0、40デスしたのさ、これさ、履歴で見れるようにしてほしいわ。おーい、ということで、はい。私から言えることは一つあります。40デスはやめましょう。お疲れ様でした。おつ。この後、おまけ。8分いかないと広告つかな。ということでね、おまけをめっちゃつけたくなったんで、おまけをつけてます。これね、フルパ動画、フルパ C4 の、まあ、失敗した時の動画なんですけど、相手のチャット欄が面白かったんで、一応録画ね、残っといたんで、つけておきます。おまけめっちゃつけてんだよなぁ。オッケー？オッケー、気がする。わぁ、意味ねぇ。なんでこれ、おーい、このマップクソマップだな。よく考えたらレールおもんねえ。昔から BO1 の頃から不人気マップだったな。冷静に考えたら。あ、でもなんか、あ、じゃ持ちこたえてんじゃん。いけるいける。現場マネジメントは完璧だね。勝ってるから雑談して待ってるわ。は？嘘だろ？陰湿だって！これ陰湿だろ！嘘だろ？こんな、おー、嘘だろ！戦ってくれよ！陰湿だろ、それ！お前もしかして、お前アメリカ人じゃねえのかよ。やばい。ちょっと見るわ。嘘だろ？ええよ。ちょっと待って。ここで行ったら相手の思うツボ。マジで。ここで行ったら相手の思うツボなのよ。俺は屈しない。ちょっと待とうぜ。ちょっと待とうぜ。うわぁ、おもんなぁ、壁抜きとか。うわ、おもんねえ。なんだあいつら。武士道ねえだろ。ここ抜かれない。お、そんなとこあるの？ここ抜かれない。じゃあもうちょっと前に置くか。シーホっぽい。ナイスナイス。オッケー、いいぞいいぞ。これいけるんじゃない？これワンチャンあるんじゃない？これ。これ相手もほら、雑談してるとか大嘘だったじゃん。これ下いるわ。ナイス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 ほらな、あいつら雑談するの仲良くねえ。俺らと違って。騙されるな。あいつら友達仲良くないぞ。あれ？ムンチョンボックス補給できねえ。できるときとで、なんだこれできねえ。いやー、おもんないおもんないおもん。ほんとおもんないな、リアクターコアって。これ下、ちょっとあれだよな。これ下、やっぱ一部屋に固まるの微妙か。下にもいた方がいいか。ここはマップがちょっとね。次の試合だな、これな。これボツ動画。ボツ試合。よし、これはなかったことにするぞ。この試合、彼らはいないことになります。まあでも、まだマッチング、これボット戦だからね。この試合はなかったことになりました。ボット戦です。はい。おつ。ということでね、まあ、今回は、あれですね、自殺しまくってる人の動画と、文体動画の余り物のキメラ動画です。